アグネス・フォン・マンスフェルトイコール・アイス・レーベン、ドイツ語、アグネス・フォン・モンスフェルト・アイルベン、1551年から1637年、は、マンスフェルトの伯爵で、ヨハン・ゲオルク・イッセイ・フォン、マンスフェルトイコール・アイス・レーベンと、カタリーナ・フォン・マンスフェルト・ヒンター・オルトの娘である。また、マンスフェルトの霊人とも呼ばれた。資料によれば彼女は、深い茶色の目をした黒髪の霊人と記述されている。 アグネスへの愛のために、ケルンの大司教ゲップハルト一世、ホンバルトブルクがプロテスタントに改宗し、そのためにトルフゼス戦争が起こった。ゲレスハイムの修道院のプロテスタントの女性率、修辞祭として、また、エッセンの修道院から、教会録を受ける身であった、アグネス・フォンマンスフェルトイコールアイスレーベンは、カトリックの大司教で、ケルンの選定校である、ゲップハルト一世。 トルフゼス・フォン・バルトブルクに見染められ、王政を始めた。アグネスの兄弟たちは、脅すなどしてあうことをやめさせようとしたが、失敗に終わった。一中の女性と結婚するために、ゲプハルト一世はカルバン主義に改宗し、それゆえに彼は大司教の地位を失った。それでもなお先帝校としての支配は続けようとしたため、カトリックの教会身分の人々を敵に回し、 教皇グレゴリウス13世から廃教者として破門された。ゲップハルトと敵対勢力との間の紛争は、いわゆるケルン戦争でその頂点に達した。1583年2月2日、戦争の混乱の最中にアグネス・フォン・マンスフェルトと、ゲップハルト1世、トルフゼス・フォン・バルトブルクは、ボンで結婚したが、夫婦の避難先のゴーデスブルクが、 フェルディナント・フォン・バイエルンによって征服されるとすぐに逃避行に出るほかなかった。こうしてアグネスと夫はドイツ全体を何年も放浪することになる。1589年、二人はシュトラースブルクに今日定めた。伝説によると1585年にアグネスはエリザベス一世に支援を求めるためにイングランドに赴いたとされるが、これはイギリスの学者によって否定されている。 1601年に、ゲプハルトは、シュトラースブルクで死亡したが、暴風のカトリックの敵対者は、戦争はすでに終結していたところで、マンスフェルトの霊人を許そうとしはしないのは、明らかだった。ゲプハルトは、遺言で、ビュルテンベルク公フリードリヒ一世に、これまでの善意に大使財産を依存するとした上で、未亡人のアグネスを扶養し、被護するよう託した。 アグネスは1637年に死去するまで、ビュルテンベルク公の庇護のもとで、ビュルテンベルクに暮らし、ズルツバッフ派に埋葬された。アグネス・フォン・マンスフェルトイコール・アイス・レーベンの生涯と、ゲプハルトとの関係は、後の時代に、様々な物語や、小説の題材にされ、現在も、歴史研究の対象である。ヘルマン・ミューラー、大主なマンスフェルダリン。 ズグリフ AM1、MRZ2013、エヴァ・メイベル・テニソン、エリザベサン・イングランド、1932、S128、ヘーデ・マリエ WNSCH、アグネス・フォン・モンスフェルト、ズグリフ AM7、ヤーニュアール2015。ありがとうございます。